はい皆さん、えー、こんにちははい、えー、本日はですね3月の8日の金曜日を迎えておりますいやーもう金曜日ですねということで毎回ね日にちが早いですということは言わさせてもらってますけどもまた、えー、3月に入ってですね、えー、週末が近づいてきましたっていうことですはいでですねこのピンクのシャツ皆さんもそろそろ見慣れてきてる方も結構おられるんじゃないかなという気がいたしますが2,3日前に購入いたしまして このピンクのシャツを着てですね、動画を撮るのが今回で3本目ですね。3本目になります。え初めてねえ、このシャツをご覧になる方は、わーなんか随分派手な派手だなーとかねえ、そういったようなことを思われている方も多いと思いますけども、いや、私も初めてね、このシャツを着させてもらって、皆さん、まああのー、お世辞の方が多いと思うんですけども、ケイちゃん似合ってるよっていうことを言っていただいているので、まあありがとうございますっていうことなんですが、はい、やっぱりね、このシャツを着るときにはね、 年宮様の話なわけですね。でですね、昨日、おとといだったかな。えー、最もスタイリッシュなプリンセスということで、そういったようなね、えー、年宮愛子様が紹介されてますよということで、あれはね、防、え、具、ー、でしたね。ファッション雑誌の防具、えー、のフランスの方で、 実際に投稿されているような記事がありましたのでそれを紹介させてもらったんですけれどもそれからね今回はねあこんなのもあるということで今回はね YouTube の動画でこんなようなね動画でね、えー、要はねちょっと言いますけどトップ10 most beautiful young princesses today ということでこれね実はねもう11ヶ月ぐらい前に えー、YouTube の動画ということで投稿されているんですけども、まあ、海外のねサイトでア・リストというねあんまり有名なサイトではないんですけどもただですねやっぱりね、えー、その特に海外の王室だとかねそういったようなことに関して特にプリンセスお美しいプリンセスの方々を紹介しているというようなことでなんとですね100万回近い再生数が上がってるんですねただ え、これ、英語のサイト、もちろん、英語のサイトで、そしてですね、入っているコメントなんかもほとんど、というか、全部ね、英語なもんですから、まあ、おそらくは日本人の方で、このサイトご存知の方、ほとんどいないと思います。まあ、といったような観点でもね、ちょっと紹介させてもらおうと思いました。いずれにしてもね、100万回近い、実際は94万回ぐらいね、11ヶ月間で再生されているようなサイトなので、まあ、いかにね、この世界のプリンセスといったね、存在が 世界中で注目されていいるかとううようなことですでですねその中ではい我らのというか我らのと言ったらもう <laughs> 完全不敬な表現不損な表現なんでちょっとねあんまり言っていけないかもしれませんけどもの宮愛子さまがランクインしているわけです。でそれに関してね紹介をさせてもらいます最後まで見てね。はいということで、えー、今言いましたように本当はねの宮愛子さまの話題ですので話はあんまりしたくないんですけどもただね えー、昨日のやっぱり夕方ぐらいからニュースがポンポーンと「エーヌ宮殿下」もしくは「経費殿下」に関して出ておりましたので、えー、ちょっとねあこんなようなことなんだなということで話だけはしておきたいなと思います。でまず最初にこちらの方は昨日のですね夕方ぐらいに出ておりました日テレニュースのまあ速報版だよね、えー、書いてある通りエーヌ宮ご夫妻が若手研究者大賞の授賞式に出席されました」というようなことでね ちょっと読みますけど「エ江ミ宮ご夫妻は7日の午前都内で行われた日本学術振興会賞と日本学士院学術奨励賞の授賞式に出席しエ戸宮さ様が、えー、挨拶されました」ということで「ねエ江ミ宮様がこんなことを言っているようだ」とか「あとはね経費殿下に関しては何々加賀友禅の着物を着用されておりました」ということで。 まあ写真なんかもね今現在もうでに投稿されておりますので皆さんもご覧になったかなという気もいたしますけどねいずれにしてもね加賀友禅の着物ですって私もこういったものあんまり詳しい人間じゃありませんのでただねこれまあ確かに加賀友禅ってさ、えー、これもともと石川県ですよねなのでまあ非常に有名ですけども有名がゆえにですね高いんじゃないんですか私相当高い着物じゃないかなっていうふうに思いますけども ただこれをそんなね高い着物をね、えー、着られてですねこれ被災に被災された方とかね喜ぶんですかねみたいなことをちょっと考えましたけどね、まあ、私が勝手に考えてることだけですけどもまあ、側近によりますと能登半島地震を気遣われたということですということでまあ経費殿下は気遣われたのかもしれませんけどもでもそれを見てねなんか随分高いね着物を着用されてるな。 えー、お店になられてるなっていうことを被災された方が見てね喜ぶのかね、うん、どうでしょうね皆さんね。といったことはちょっとね感じました。でなおかつねこれ何さっき言いましたように「日本学術振興会賞と「日本学士院学術奨励賞うーんなんかねこういったね,学術,感覚ね学術に関するものでね学術に関するものの事柄といえば何といっても今現在あのぼったまのね、えー、トンボ論文ですよね。 あれもねかなり怪しい、怪しいみたいな感じになってきましたけども、まあそういったような中でね、えーっていう、ちょっとね、出られる場所が違うんじゃないんですかということを私気にしたのも私だけでしょうかということですね。はい、でちょっと次のページ。これもね、ヌミ屋天下というか A ミ屋ご夫妻の話ですみませんということなんですが、はい、これね、以前から言われておりましたけども、昨日7日に、 ーね、ブルネイ皇太子夫妻が来日されましたよねで、えー、実際空港にはなぜかエーヌミアご夫妻が、ね、お出迎えになるというようなことは以前から報道されておりましたで、えー、これが産経新聞なんですけども昨日の、ね、もう夜遅くというか夜の7時8時ぐらいに報道されておりましたでエーヌミアご夫妻は7日、えー、これ公賓として来日したブルーネイのビラン え皇太子夫妻を羽田空港で出迎えられたということで何でねこの後の文章を入れるのかと私は思うんですけど A 組宮殿下が皇位継承順位1位の皇嗣として、えー、このね、えー、皇賓を空港で、えー、出迎えられるのは初めてなんでこんな文章を入れる必要があるんですかねそういったようなことを強調したいんですかねというようなことがね思いますけどねうん。 はっきり言ってさ、えー、これもですね、の宮様がもしお時間あったら、の宮様に空港に行ってほしかったな、というようなことを思うのは、やっぱり私だけなんでしょうか、ということですね。で、ちょっとね、この記事を上げたのも、今言ったように、あたかもですね、本当に日本のね、まあ実際に皇位継承順1位がついていることは事実なので、ね、次のエンペラー、日本のエンペラー、すなわち天皇陛下は、江ミ宮殿下というようなことを強調したいんですかね、そういったような、 なんかちょっと違和感のあるような、えー、記事が出ておりました。これはね、昨日の夜の産経新聞です。で、これを受けてね、えー、本日ですよね、本日ご参会がこれからね、行われます。今現在日本時間で言うと えーっとですね、11時ぐらいですので、そろそろね、えー、ご準備されて行われるかなといったような時間になっておりますね。そのご参加の模様なんかに関しても、また速報版等出てくると思います。まあ、おそらくまたね、いろんな画像等出てくると思いますので、そういったことに関しては、私も動画を撮らさせてもらいます。はい。で、ここまでが、えー、皆さんちょっとね、お引きにな,らな,なりたくなかったと言われる方が多いと思いますけれども、次のページ。 はい。でですね、えー、ここからがね、今回の本題というかね、随分本題が長くなっちゃうね、遅くなっちゃいましたけど、えー、海外のサイトで、YouTube のチャンネルでね、アリストというチャンネルがあります。えー、まあね、こういった、まあ、今回はですね、えー、さっき言いましたように、なんだっけな、Top 10 Most Beautiful Young Princesses Today ということで、えー、最も美しい、えーまあ、世界のね、今日における、えー トップ10、すなわちですね、10人のプリンセスの方ということで紹介されておる、いるんですけども、えー、その中でね、愛子様がね、ランクインしてるんですよ。で、今ご覧になっていただいているのは、まあ、左からですね、イギリスのシャーロット王女、えー、そして真ん中がスウェーデンのエステル王女、右側がデンマークのイザベラ王女ということで、皆さんもね、ご存知の方多いと思うんですけど、まあ、本当にね、皆さんお美しいですよね。故に、えー、この動画がね、 そんなに登録者多くないんですよ。登録者が1万、2万人弱ぐらいかな、の、えー、ご登録者を抱えているチャンネルなんですけども、でもね、えー、今現在100万回近い再生数を叩き出しているというようなことで私を見つけられ,られたんですけどね。はい。でね、えー、今言ったように、まあ、あのー、今ご覧になっていただいてるような、やっぱりね、ヨーロッパを中心にした、そのね、王女の方々が多いんですけどもね。 はい、その中で今言いましたように、えー、愛子様がランクインしててですねただやっぱりね、えー、いろいろ愛子さまに関しても紹介されているんですけどもまあ皆さんご存知の通りですね、えー、この皇位継承の問題皇位継承権お持ちじゃないですよねただ今ね、えー、紹介させてもらったですねまあ例えばイギリスのシャーロット王女スウェーデンのエステル王女とかね、えー、今回その紹介されているトップ10のプリンセスの方々においてはほとんどの方が まああの、順位がね、1位じゃなかったとしても、2位とか3位ということで、え、多い継承権をお持ちなわけですよね。そういったのところがね、日本はなぜといったようなことを思っちゃいます。はい。で、ちょっと次のページ。はい。でですね、ちょっとこれからね、いろいろ、え、この紹介されている愛子さまのね、お写真と、 まあこれ実際ね、動画で後で、えー、この動画のね、URL に関しては私のこの動画の概要欄に貼っときます。後でね、ご覧になってみてください。で、愛子様がですね、まあ登場されるのが、これ全部で8分50秒ぐらいの動画なんですが、途中の6分5秒ぐらいから、えー、紹介されております。まあ当然あの全部英語で言われておりますので、まあどんな内容を言ってるか今からお伝えしますので、私のね、その言っていた内容を ちょっとね、頭の中に入れていただいて、後からご覧になっていただくと、まあ、よくわかるかなということで、愛子様のね、動画、画像がいろいろ映し出されておりますので、ぜひご覧になってみてください。他のね、美しいそのプリンセスの方々、特にヨーロッパを中心とした、そういったようなね、王女の方々も映し出されておりますので、ぜひね、ご覧になっていただければなというふうに思います。 で愛子さまに関してどういった、ね、紹介がされているかというと2001年のディッセンバー 1st すなわち12月1日に東京でお生まれになった敏宮愛子さまそしてエンペラーなる人すなわちです、ね、天皇皇后両陛下の唯一のお子さまでありますといったような紹介から始まってでここら辺が非常にいいなと思ったんですけどやっぱり愛子さまというとね学業素晴らしいですねそれを、ね、そのまま、ね、言ってくれました。 どういったことかというと、えー、プリンセス愛子すなわち愛子さまにおいては、えー、例えばね非常に学業優秀というかね、えーまあ、インテリジェントという、ね、表現で要はね素晴らしく知性に満ちたそしてタレントゥ要はね才能のあるような、えー、女性で特にですね言語ミュージック、まあ、音楽そしてスポーツを えまあ勉強に関してね非常にエンジョイされている楽しまれ楽しまれながら勉強されるそういったような女性ですよとね紹介されておりますまあこれはいいですね非常にねでえただえ愛子さまにおいてはまあご存知のごとくまあ兄弟がいらっしゃいませんえといったような中でただねちょっとこの動画の中ちょっと間違ってるんですよでね行為継承権に関してねうらうらとちょっとねいろいろ言われているんですけどこれ間違ったこと 言われてます後から皆さんご覧になっていただくと分かると思いますけどちょっとこれに関してはね、えーまあ、間違った内容なんて私も言いませんけど後でご覧になっていただくといただくときに分かると思いますそんなにねあの結構分かりやすい英語で話しておりますので、えー、ある程度英語が分かる方は、えー、聞いてね分かると思いますちょっとこれ間違ってんだよねまあちょっとそれは置いといたとしてもでですね、えー、そういった中で、えー、愛子さまが えそのね、非常にえまあ名前が知られている学習院のね、特にえ高校中、初等科、中等科、高校、高等科ということでまあご卒業されてますといったようなことと、画像の中ではですね、愛子さまの後からちょっとお見せしますけども、卒業式のえ画像だとかね、実際にえ学校に臨まれているような愛子さま映し出されております。ぜひご覧になってね、といったようなことです。でですね、 ことさっき言った言葉に関しても、えー、愛子様に関しては、えー、日本語、まあ日本語はも,もちろんなんですけどね、まあ、日本語と英語は非常にフルエントすなわち流暢にお話になりますよといったようなこと、まあ、英語といえばね先日のケニア大統領とのご参加という話ですけどねもこれは皆さんもよくご存知なんで、えー、ということですよね、まあ、そういったようなことと、えー、実際にスパニッシュフレンチということで、えー、スペイン語と フレンチ、すなわち、えー、フランス語においても勉、えー、学をされております。といったことで、まあ、特に知られているのは愛子さまの、ね、スパニッシュ、ね、ス,ペスペイン語なんかはね、結構、ね、お上手だということも言われておりますよね。まあ、そういったようなことでやっぱりね今回ヨーロッパの王女の方々の紹介ですのでやっぱり言葉がねこの王女の方々は そのね、えー、例えば母国語プラス英語プラス何々ということでだいたいねほとんどの方がやっぱり2カ国語3カ国語過国語そして4カ国語を話されるというような紹介がされてる中でやっぱりそういったようなねところでやっぱりね出てこれるのは愛子様しかいないといったようなね感じなわけです。で今言いましたように、えー、もう一回言いますけどね 日本語と英語に関しては非常に流暢ですそしてスペイン語とフランス語においてもね勉強に勉強されておりますといった紹介がされておりますで愛子さまにおいてはねこれから日本の社会においてもこれからのねにおいても非常に愛された皇室のメンバーの一員であってこれからの役割に期待されるでしょうといったような結びになっております 愛子様の紹介、紹介自体はですね、1分ちょっとぐらいなんですけども、まあ、あの、いろいろな画像がね、いろいろ含まれておりますので、ぜひね、私のこの動画をご覧になってから見てくださいといったようなことです。えー、概要欄に URL 貼っときます。そしてちょっと次のページ。はい、これがさっき言いましたように、これもね、その動画の一部なんですけども、まあ、この卒業式のね、 えーまあ、ご出席されたような写真だとか、まあ、真ん中はね皆さんよくご存知の青年皇族になられた時の、まあ、ティアロをねお召しになった愛子さまそして右側がこれはつい先日だよねあのー、これはお誕生日の時でしたっけ何の時でしたっけね、あのー、お写真で、えー、実際ね慶應庁の旧舎でのお写真というようなことだったわけですで、えーまあ、こういったようなことがさっき言いましたように命令に ちょっとぐらいね、えー、そのナレーターの方、アナウンサーの方によって読まれておりますので、ぜひね、ご覧になってもらえればなというふうに思います。はい、ちょっと変えます。はい、ということで、今回もね、このシャツを着てですね、年の宮様に関して、えー、ある動画が上がっておりました、えー。さっきも言いました通りですね、90数万回すでに再生されているんですけども、 おそらくは日本人の方でこのサイトを知っていてなおかつこの動画をご覧になった方ほとんどいないと思いますコメント欄はバーッと見ましたけどやっぱりすべて英語で書かれておりますし、えー、おそらくアイコン等を見てもね、えー、どう日本人の方ほとんどいないと思うんですよね、まあ、中には、えー、日本人の方で、えー、まあ英語で、ね、コメントをされている方もおられるかもしれませんけども非常に少ないと思います 故に今回皆さんがこの動画をご覧になってもらえると、あこういった動画もあるんだなということでご認識いただけるかなと思いますね。他にもね、やっぱりこの世界のプリンセス、美しいプリンセスといったようなね、いろんな動画ね、今回のそのチャンネル主さんだけじゃなくてね、いろんな動画が上がったりしてるんで、まあ、ちょっとまた機会があればね、いろいろ紹介をしていきたいなというふうに思っております。はい。でね。 えーまあ、最後に本日、まあ、先ほども言いましたように3月8日ということで、はいえー、ブルネイの皇太子ご夫妻が、えー、来られておりますといった中で、ご、えー、参会がね、もうそろそろ行われる時間なんですけども、いやーねー、前も言いましたけど、なぜですね、敏宮様じゃないんですかそれを言いたいよ、はっきり言ってね。なのでさっきのね、産経新聞、最初のね、産経新聞で、 昨日のその羽田空港にお出迎えになった A 組宮ご夫妻ということも紹介させてもらったんですけどもそこにもねしっかりと A 組宮ご夫妻が本日のご参会に出席されると書いてありますからねなぜねあれだけ素晴らしいお振る舞いをされた愛子さまじゃないのというようなことに関しては非常にね 不満です。私が不満言っても仕方ないんですけどもでも私と同じように思われる方も相当多いよねというふうに思うのはやっぱり私だけみたいな感じですねはいありがとうございましたバイバイ